クリスティアン・フリードリヒ・ダニエル・シューバルトは、ドイツ・オーバー・ゾントハイム出身の詩人、音楽家。18世紀後半に流行した、シュトゥルムーンとトラングを代表する詩人で、ドイツ最初の政治詩とされる、両主の墓や、古事記兵士を表し、詩、人間的な心の歴史に寄せては、同国出身の詩人フリードリヒ・ホンシラーの儀曲、群島にも見られるように、シラーに大きな影響を与えた。 また、オーストリアの音楽家、フランツ・シューベルトが1817年に作曲したマスの作詞者として知られる。アーレニ氏が1956年から主催する文学賞、シューバルト賞に名を残す。1739年3月24日、ドイツのバーデンビュルテンベルク州オーバーゾントハイムに牧師の子として生まれる。アーレンを経て、フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン・ニュルンベルクに、 入学し、進学を学んだ。その後しばらくは、ルートビヒスブルクなどで、オルガニストとして働いて、生計を立てていた。1774年からは、ジャーナリストとして働き、主に、ハイルブロン、マンハイム、ミュンヘン、アウクスブルクを旅した。特にアウクスブルクでは、1774年から1778年まで、自由主義的傾向が強かった、雑誌。 ドイツ年代記を刊行し、ヨーロッパ各地で人気を博していたが、その自由奔放な主張が、ビュルテンベルク公、カール・オイゲンの怒りを買い、1777年から約10年間投獄された。獄中でも、なお、王公の墓穴などの詩を書き、社会に対する痛烈な批判を行い、若者に影響を与えた。1787年5月に、プロイセンの介入によって、 釈放を命じられ、亡くなるまで宮廷劇場の監督を務めた。1791年10月10日に、シュトゥットガルドで亡くなる。訳によっては、人間の心情の物語など。A.B. 新潮世界文学小辞典1971、P.424、万有百科大辞典1973、 P239AB 第2本百貨自転線9 6 7 p 2 9 1ありがとうございます。